マルグリット一世は、ブルゴーニュ女白及び、アルトワ女白。フランス王フィリップ五世と王妃である女白ジャンル二世の娘、マルグリットド,ド・ブルゴーニュ、マルグリット・ド,ド・フランスとも呼ばれる。1320年に、フランドル博ルイ一世と結婚し、1330年に、一男、ルイ二世を設けた。夫は1346年に、クレシーの戦いで戦死している。 母ジャンル2世が1330年に死去した際、その所領は、マルグリッドの姉ジャンル3世が相続し、1349年に、ジャンル3世が死去するとその孫である、ブルゴーニコー・フィリップ1世が相続した。フィリップは1357年に、マルグリッドの孫娘マルグリッド・ド・ダンピエールと結婚したが、1361年に創生した。フィリップの遺領は、 エンジャの間で分割され、ブルゴーニー伯領とアルトワイ伯領はマルグリッドが獲得した。マルグリッドは1382年まで長命を保ったが、その死後は一人息子類二世を経て、孫娘マルグリッドへ所領が相続された。ありがとうございます。